自分を生かすことは、自分がブレないで歌っていくっていうことはどういうことなのかとかね、自分がブレない音楽をしていくというのはどういうことなのかとか、そういうことを、まあ、突き詰めながら、どうしたら私がいいのかとかね、私たちそうです。で、皆様それぞれ信念を持って生きておられるということでございますが、ちょっとね、内容はもちろん違うんですけども、イングリッシュマン・イン・ニューヨークで、よく聞いたこと皆さん好きだと思うの、私めちゃくちゃ好きなんですよ。で、今回また洋楽をね、改めてするってことなんで、今回、曲させていただいたんですけど、この曲ね、すごい歌詞が男性 のイギリス人なんですけど、イギリスに住まれた時、その方ね、女装のそういう、もう趣味というか、そういう、なんかそれが自分の信念だということで、まあ、おじいさんやからおばあさんみたいな感じになってるんですけど、もう本当にイングリッシュマイニューヨーク、今度、まあ、家帰ったら見てください、スティングさんの歌なんですけど、それに出てはるね、おばあさんみたいな、おじさんなんですよ、おじいさん。私、初めて外人の方に、外人って、外国の方に弾いてびっくりしたんですよ。あれ、男の人だよ、そうなんや、えらい興味持って調べたら、あれ、えらいこと書いてあるんですよね。なんかそういうふうな、すごい批判をめちゃめちゃ浴びる。まあ、今では言うたんですけど、調べてもおじいさんやから、だいぶ前やったらもっともっとそういうことって理解されない、ね、その地域地域で理解されないこと多いじゃないですか。だけど、すごい断固としてあれだという感じで。作家さんやとか、なんかそういう芸術家の方なんですけど、でその方とスティングが知って、スティングがその人会いに行って、対談して、でそこでなんかこう、まあ、私も結構いろんな方と話、ね、いろんな話聞いてピックアップするんですけど、ね、いろんなことをインスパイアして歌書くんですけど、何かが起きたら書くんですけど、そんな感じでスティングが感じた歌でございます。僕は、英国紳士である、ニューヨークに住まれたけど英国紳士であるということで、アメリカ人とは違う、イギリス人であるということをこう全て、まあ、ステッキを持って歩くんだよと。決してわーっと歩かない、走らないでよ、僕はもう悠々と歩く、何があっても歩くんだよ。最初の言葉は何コーヒーがあれがあって書いてあるのかなと思ったんですけど、トーストがとかね、僕はコーヒーはいらないんだって、お茶だよって、ティーが好きなんだとか、全てそれ盛り込んだんです。もうそういう歌です。だからどこに紛れてもこう、あそこに合わせようかっていうんじゃなくって、そこでも信念を持って、もちろんね、社会的にね、バーッと自分だけ俺はっていうのはダメですけども、ある程度合わせるのは大事なんですけども、信念だけは曲げないで、誰かが栄誉を張ったから、それでしとこうかっていうよりも、自分はこうだっていうふうに生きてきた方で、そういうのおすすめの歌だと思っております。すごいこれも本当に大事なことだなと思って今回歌わせていただきます。多分英語でふんふんふんって分かればいいんですけど、分からないと思うので第2回解説させていただきました。長々とご清聴ありがとうございましたそれではお楽しみの曲聴いていただいて、すごいいいサウンドで出来上がっております。聴いていただきたいと思います。 Englishman in New York。Take a wish, my
ありがとうございました。ノリノリでございました。そろそろあれですね。ラストでございます。最後の曲。はい、最後の。